いやー、やっぱり春はお花見だな。ほら見て、桜も舞い散ってすごく綺麗だよ。ほら、そうだね、桜すっごい綺麗なんだけどさ、なんで桜の木の上でお花見してんの、うちら。え、だってほら一番見やすいじゃん、桜が、ね、おかしいって。絶対こんなとこでお花見しようなんて初めて言われたんだけど、落ちたらどうすんの。大丈夫大丈夫、ほらいい感じにバランス取ってるじゃん、このシート。もっとゆっくりしたいんだけど私。おい、ちょっと立ち上がるなって、バカ。揺れる揺れる、危ない危ない。もう降りたい。あ、待って、危ない。わー、みんなチャンネル登録、高評価ボタン押してくれ、頼む。あ、ひろちゃん、なんだここ。あれ、桜の木の中だよ、見て上。待って、そんな木でかかったっけ、俺らが行ったところ。怒っちゃったじゃん、ペッチがお花見しようって言うから、桜の木の上で。え、これ出れないの、これ。出れない。なんか始まりのボタンあるよ、始まりのボタン。これ押すんじゃない、これ。鉄ブロックに設置可能できるって。え、やってみよう。これ押してみよう。はい。あ、なんか飛ばされちゃった。春も終わりかけてきたその日、先日亡くなった祖母の遺品確認のため、私は10年ぶりに祖母の家を訪れていた。畳の線香の香りが残る部屋の中、無数に出てくる古めかしい箱たちの中身を確認していく作業。ふと襟の間から流れ込んだ桜の花びらに、私は何かとても悲しいものを感じていた。あ、あ、何、え、何、あ、あれ、やっと起きたのかい。なんか始まったんだけど、なんか急に。重苦しい瞳をこすり視界に入ってきたのは、気持ちの良い音に咲き誇る満開の桜と、綺麗な桜の花を飾りつけいたずらげに笑う和服の少女だった。突然なんだけどさ、君、僕の遊びに付き合ってもらえるかい。少女、あれ、ん、桜は散れども春は終わらず。なんか始まっちゃって、俺ら変な世界に迷い込んじゃってみたい。ふふふ、実はもうすでに遊びの準備は済ませてあるんだ。遊びの内容はとても簡単。僕の用意した謎を解いてこの家から脱出すること。君が気になってるだろういろいろなことは謎を解いていくうちに一つずつ教えてあげよう。悪いけど君には拒否権はない。何？急に怒ってる。さあ、もう遊びは始まっているよ。解いた解いた。割とテンション高めだな。これもしかしたら桜の妖精なんじゃない？桜の木に落っこって連れてこられちゃったってこと？多分そういうことだよ。でもなんか確かにさ、ちょっと古いよね、雰囲気が。江戸時代に迷い込んだ、タイムスリップしてきたみたい。とりあえずこの家から脱出するか。え、そうしよう。ちょっと納得いってない、まだ。玄関があるよ、ほら。玄関回せる。あ、横になった、玄関が。めっちゃ面白い、なにこれ。どうしよう、これどうやって出ればいいの。出れないんじゃない。出れないのか、これ。ちょっともういけないもん、これ。まあ、一旦探索するか。家の中入りたい。なんか金目のものがある気がするんだ。おい、もう盗っと。盗っとや。出て。え、今ぶたれた。おい、畳を。おい、お前、ね、ルービックキューブみたいになっとる。楽しい、この家。やばいやばいやばい、もう揃えられなくなっちゃったよ、もう。え、もういいよ、揃えなくて。あ、なんかお花がある。取れねえな。タルタルタル、絶対なんかあるよ、これ。なんかイって書いてある、これ。え、ほんとだ。ロ。あ、古びた箱、白い小石、灰色の小石、なんたらかんたの小石があるね。え、これね、ここにね、いーろろはーにって書いてある。はーに。あ、ほへとってこと。さあ、ちりなんだよってこと。これなんか、しかも石、あの、ちゃんと色の部分がその色になってるってことか、これ。でもさ、これさ、溶鉱炉だっけ。おと鉱石だから、で、ちょうど4つだから、なんか関係ありそうじゃない、役っぽくない、なんか。まあ、一旦入れる、これ。いいわ、いい。全部、全部いい、全部いいあるわ。はぁ、いい色もあるし、全部いい書いてあるわ。一旦置いとくか、これ。うん、置いとこう。まあ、ちょ、石だけ持っとくね。うん。調合台なんもない。外から始まったから、これ外になんかないのかな。え、じゃあ外見に行こう。一旦外見た方が良さそうだよ。新種の鯉みたいなやつがいる。うん、誰が鯉や、お前。餌食えよ。餌よこせ。やだよ、気持ち悪いな。え、ここは、ここもほら入れそうじゃない、なんか。まあ、回転させんだよ、お前。入れない。何なんだろうね、これ。ゆくゆくは行けるようになるのかな。あ、でも金床あるよ、ここに。覚えとこう。
本当だ。あとはこの頭がさ、あっち向いたりこっち向いたりしてるよ。スケルトンの頭とウィザースケルトンの頭、これなんか関係ありそうな気がしてくるな。ねえ、ここにも頭ある。あ、ここにも怪しい。ここにも、ここにも、ここにも関係なさそうになってきたな、どんどん多すぎて多すぎて関係なさそうになってきた。装飾かもしれない、ただの。外回りは別に何もないね。ないね、やっぱ家の中じゃない。家の中か。あ、いや、でも桜の木。なんもなかったと思うけどな。登れないっしょ、それ。なんもないな。おち行こう。一旦やっぱ家か。うん、邪魔します。怪しいよ。あ、時計ただの。いや、これが時計だよ。仏壇じゃない、仏壇。あー、仏壇か。お供え物しとこ。いらんって。仏壇回したらなんか霊とか出てこない。やめろやめろやめろ、お前呪われろ呪われたくないよ、やだ。これ棚。うん、これ時計がある。うるっそ。特に何もないな。あー、これ絶対これ扉だと思ったけど違かったわ。全部回せる、楽しい。いけないね、でもこっち。あ、でもここもじゃいけないんだ、全部。あ、でもなんかね、2階がある。え、じゃあ2階行こう。これもいけない。2階行くね。え、血だらけ。ちぇ、桜で怖いこと言わないでよ待って、急にホラーだと思ったわ、マジで一瞬。桜だよ。遠目から見たらもう傷口にしか見えんもん、もう。え、これ入れないなんてことある？これなんか壊すアイテムがどっかにあるんちゃう？ちょっとやっぱあの石の謎を先に解かなきゃいけないってことか、これ。でも焼いたりするんだとしたら焼くものはないんだよね、別に。入れればなんかなるんじゃない？入れてみる？でもこれ以外なんかやることなくない？全部見たけど。ない。白、お、黄色。え、これな気がする。なに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 。はい、茶色、ほら。え、あ、ろうそくってこと？ろうそくの数だよ、多分。え、が何？いろはにだから、いが1だよ。あー、そういうことか。ってことはだから白がい1個だから、白色の石を入れてけってこと。いに白を入れろってことでしょ。あ、そう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 。で、次はで、いろは、黄色がろだ。ろ、ろね。オッケー。チャンボンは茶色だ。歯が茶色だから。歯が茶色。で、2が灰色。そう、4本あるから。はい。で、どうでしょう。おお、できた、できた。やったー。よしよし、これで一歩進んだぞ。開けてみるね。うん、お、待って。ほうほう、もう謎解き終わったのかい。少し簡単すぎたかな。結構つまずいたけど。小石だけにな。小石だけにって。それじゃ約束通り、疑問一つ答えてあげよう。そうだな。まずは君が一番気になってそうな僕が誰かについてかな。答えは簡単。僕は君だよ。あ、違った。僕はあの桜の精霊さあれ合ってたよ、俺ら合ってたよ長年この家の庭で咲きながら君の一族を見守ってきたんだ。はぁ、さては信じないな。新時代だ。この未来がつかなななな。うるさいなお前本当なんだよ、結構本気でさ。さ、それはそれとして謎はまだあるよ。次だ、次。オッケー、じゃあ新時代の桜の精霊ってことが分かったね。オッケー、これなんだこれ。傷ついた鍵。え、何に使えるのこれ。え、ま、家の奥に使えるのかな。シャベルだよ。あ、あ、おお、どこがいた。あ、ここ、あ、ここだ。あ、そこだ。今全然違うだったよね、今。ここだったよね今開けたの。この部屋の謎には自信がある。この部屋のどっかにボタンを隠したんだよ。君に見つけられるかな。だってボタンを探せばいいらしい。絶対にすぐ見つかると思う。どこだろう。もう諦めようか。早いって、お前探してもいないじゃん。ボタン、ボタン、もしこの辺だろ。違う、この辺のどっかだ。あったー、ナイス。ここです、ここ、ここ。はい、壁の裏ね。オッケー。あ、もうテスト出てきたよ、ほら。簡単。簡単だったな。あ、次なんだこれ。小綺麗な鍵。なんか言ってる。結構順調そうじゃないか、君。それじゃ約束通り2つ目の答えを教えてあげよう。何がいいかな。迷うくらいなら何も教えてもらわなくていいよ。よし、決めた。どうして君とこんなことをしてるかにしよう。どうせ寂しかったからじゃないの。それはね、僕が君にお礼がしたいんだと。で、金よこせよ。何のお礼かまだ言えないけど、僕は君に恋してる。恋してる。恋はしてない。恋はしてない。恋はしてない。
それだけは忘れないでおくれよ。だって何したんだろう。桜の木とお前結婚とか嫌だよお前それ。恋されてるこいつに。まあとりあえずじゃあこの小綺麗な鍵どこで使うんだろうね。どうせまたどっか入れるんだよ。ここじゃね。この辺ちょっと歩き回ってみよう。あ、ここ。あ、ここっぽい。あ、ここだ。あー、開いた。小綺麗な鍵を使った。ここさっきあれだ、ほら入れそうだって言ってたとこだ、ほら。あ、今入ってこれたってことね。うん。ここはなんだ、何すればいいんだ。何の助言もないぞ。これでもこっちもまだいける。プッチ、え、物置。あ、ほんとだ。うわ、なんか上もある。樽の中におもちゃのシャベル発見。ポトゾル。破壊家のポトゾル。イエス、ポトゾルが破壊できる。庭じゃねえじゃん。庭にポトゾルなんてあったっけ。気にしてなかった。ポトゾルって何。土の土土したやつ。土の土土したやつ。お前よくその日本語で今まで言ってこれたな。伝えるもん。分かってくれるよね、みんな。ほら、あった、土土。本当に。お庭、外外、外周。ほら、お前全部お前重複してるって言葉が。土土。本当だ本当だ。オッケー、これ掘ってみるね。なんか出てきたよ。樽だ。はい。お、何、埋もれていた入れ物。鮭の人形だって。鯉の。あ、鯉か。鯉の人形が手に入るって分かってたから、さっ き僕は君に恋してるって言ったんだよね。私、伏線だったんだよね。え、お前伏線だとしても何の意味もないよ。あいつ目玉どうなってんの。え、あはははは、ちち見逃してる。あ、なんかあるよ。え、矢印どういうこと。こっち回りってこと。回ってみる。回ってきたよね。でも今これ頭の向いてる方向やっぱ関係ある説あるよこれ。確かにそういうことか。こっち回りの頭のなんかじゃない。え、じゃあまずはその鯉の人形をどうしようって感じだね。一旦池に放てばいいんじゃないこれ。じゃあ池に放ってみる。お、正解だった。人形なのに。人形ありがとうだって。はい、ね、湿った鍵だって。あ、なん、読んでる。どうだいどうだい、順調かい、しっかりと言ってくれてるみたいで、作者としても鼻が高いようだって。じゃあ3つ目、これは伝えようか少し迷ったけどやっぱり伝えることにする。あの桜実は食べれるんだ。嘘だろお前。実はもう花をつけられるのは今年が最後なんだ。あ、なんで。え、枯れちゃうの。もう何年も咲いているから寿命でね。あの花が枯れてしまったらあとは惨めに枯れ散るだけ。もっと続きは後で話すしようか。まあ別にいいけど枯れても。まだまだ遊びは終わってないぞだって。引き続き頑張れ。はかなき人間だって黙れ。お前みたいにはかなく散ることしかできねえやつにそんなこと言われたくねえよこの野郎。じゃあひなこちゃん、今喋ってるのは桜の木じゃなくて桜の木の妖精だから。え、でもこいつが散っちゃうからあいつも死ぬってことでしょ。ざまあ見やがれ。ひねくれヒューマンや。クソひねくれてんな私。はかなき人間からほど遠かった。これじゃあこれ湿った鍵どこ。あ、ここだったわ。開いた。ここじゃないと思ったのに次こそ。やった、開いた。あ、タル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 。何が、なんだ、お、タル。はい。お、白い置物と黒い置物4つずつあるね。オセロしようよ今。お前4対4だぞ。お前4つでどうやってやるんだよお前。クラやりたいから。はい。じゃあオセロのルールね。タルの中でやろう。あ、オッケーオッケーオッケー。じゃあまずひなこ真ん中。んじゃあ俺、はい、ここ。はい、これが黒になる。はい、これ後半バチクソ無理やない。早く、ね、早く。じゃあ、はい。あそこは取れないな。どうしよう。置けない、ひなこ。置けない。うん、はい、よし。じゃあこれが、はい、白になる。あ、でこれが黒になるけど黒がもうない。早く左上に、左上に。あ、ありがとうありがとう。はいはい、これ黒ね。はい、白ない、白ない。はい、白あげる。これでラストの手だよプッチ。はい、ひなこの勝ち。なんで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 。え、じゃあ分かった、もう一個余ってるから早あげる。はい。あ、俺もう置くとこ間違えてた。はい、ここ置きたかった。ダメ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 。はい、はい、最後のテープっち。はいはい、でこれが白になって、ひなこの負け。あ、でも黒が分かんない、このオセロルール。ねえ、お前がやりだしたんだろ。お前できるわけないじゃん、4つと4つで。お前オセロ知ってる。で、何するか忘れちゃったじゃんこれもう。え、何すんのこれ。あ、でもなんか旗でなんか作るっぽくない。染料と旗折り機があって。え、旗はどこにあるの。え、あとなんかある。
あ、またにとかあるよ。にとかはとかろとか。あ、ちもある。いろはにほへとがある。多分どこからいい。あ、違う、逆を書いてんだ。逆書いてここがいいで、いいろろはににほへとちだ。なるほどね。あ、わかった。なに。わかった。なになになに。ついてきて。オセロマニアどこに行くの。オセロマニアはちょっと分かっちゃった。オセロマニアひなこどこに行くの。マニアひなこはね、ここに来る。これだよこれ。え、こっからスタートして、ほら。うん、全然分からん。あ、白黒白黒ってこと。そう。なるほどね。覚えとこう。白黒黒白、覚えてる。あ、ちょっと黒渡しとくね。ちょっとこれ並べてけばいいじゃん。はい。え、白黒黒白白黒黒白で黒で黒白白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 で、白白黒か。白白ね。白黒。オッケー、できた。オッケー、やりこう。簡単だった。思ったよりね。え、余裕だよこんなん。オセロなんかより簡単だった。オセロはお前の考えた新ルールやから。じゃあここから入れてくね。うん、はい、白、はい、黒、白、黒、白、黒、白、白、黒。やったー、びっくりした。ナイス、当てた当てた。よし、これなんだ。フルボケた鍵。お疲れ様って言ってる。お疲れ様。それじゃあさっきの続きといこうか。オセロ。またオセロできんの。あの桜の木が枯れてしまったら僕はどうなってしまうんだろうね。言ったろ、僕はあの桜の妖精だって。死ぬんだ。だからね。うるせえなお前。映画見てる時にネタバレ横でするやつやん。僕も消えてしまうんだ。うわーい。悲しんでくれるのか。喜んでる人1名おります、ここに。大丈夫、僕は最後にこうして君と会えたから悔いはないのさ。だから悲しまないでくれよ。悲しんでないよ、約束通り。まだ楽しい遊びの最中だろ。それモナカとも読めるんだよ。また楽しい遊びのモナカだろ。さあ次が最後の謎だよ、頑張ってね。よーし、これが終わったらあいつは死ぬっていこう。お前雰囲気ぶち壊しやなお前。じゃあ分かった。こいつネタバレの神様やから。どこの鍵これ。あ、これじゃないか。上じゃないと思う。これか。うさい、血だらけの部屋。もう開いた。鍵を使った。よし、血だらけ部屋に行くぞ。でも古ぼけたってことはなかなか来てなかったのかな、ここ。でもなんか一番綺麗だけどね。なんか上に矢印がある。そして、あ、回答ここに半角英数字で、で本がある。今までを振り返り、それぞれの名を数えよう。名を。そんなことどうでもよくなるくらい綺麗な景色だね。本当だ、もうこのままエンディングにする。これどういうことだ。な、今までを振り返り。これじゃない、お花花壇に飾ってある。え、あ、そういうこと。青、赤、緑、黄色。え、じゃあとりあえずさ、このさ、青、赤、緑、黄色があるか探し行こうよ。花壇に。花壇じゃない、花瓶。あ、花瓶ね、お花。あ、あ、赤だ。赤あった。で、あ、でも赤はそこにあるの。黄色あるよ、プッチ。え、あ、赤はここにあるよ。え、ろうそくの色じゃね。じゃあ今度ろうそくあるか数えよう。あった。緑。でもこれ黄緑だよね、この色じゃなかったよね。あ、お前か。お前と同じような色してたな。え、シーナマコ。いや、ちゃうやろ絶対。あ、これ湯飲みだ多分。あ、湯飲みね。え、これここにお花あるよ。ここにお花。あ、怪しい。頭悪くなってきた、なんだ分かんなくて。え、額縁に飾ってあるやつとか。じゃあプッチそれ探して。至るとこに額縁があるわ。え、やっぱ名を数えよ。だからお花だよ、どうせ。お花。うん、お花の数ってこと。じゃあ名を数えよ。だからこれ名前の数じゃない。それ名前何。ヒスイラン。はい、ヒスイラン。これ、はい、え、ヒスイラン。だから 5。 赤はポピー。え、でももう一個あるんだよね。これ赤だ。ポピーと赤色のチューリップ。本当に合ってるこれ。ねえ。本当かな。まあ、部屋にあるやつで考えてみよう。ポピーにしとくね、一旦。三文字。オッケーオッケー。え、そしたら部屋にあるやつだったら黄色がない。ね、
黄色廊下にあるこれ。え、タンポポ。タンポポ、もう一旦タンポポにしてみる。あと緑はないから、その廊下にある松の苗木かな。2階の廊下のさ、そこの部屋の出てすぐに松の苗木ない？2階の廊下出た時に松の苗木ある？それじゃない、緑頭皮の苗木 7？ きっとそうだよ。絶対違う気がするんだけど、はい、537で、黄色がで、タンポポ4。え、本当にって入れてみるよ、これで5374入れます。はい、違います。赤いチューリップ含めたら、ポピーじゃなくて赤いチューリップってこと？どっちも入れる。え、51274。はい、違う。1234。あれ、え、ちょっと待って、赤、待って、どこだっけ、どこだっけ、ペッチ。何が？上だ。上？ここだ。あ、これ樽だ。あれ？樽を探せ、ペッチ。樽？さっきあったよ、樽。どこにあった？え、今見たとこ樽だったよ。これは違うの。これはもう分かったの。これ赤なの。あとね、緑とね、茶色があったらね。あ、これの名前の文字数ってこと？そうな気がするの。うわ、そういうこと？外じゃない？外に樽あったっけ？あったよ、タル。あ、え、あったっけ。え、あったよ。あったわ。これだ、土土してるとこだ。あとここ、ふやけたタル、青色。土土は、埋もれていた入れ物。あ、これだ、緑。オッケー、待って、一旦緑な、何文字？9文字。漢字はばらさずにやってるよ。オッケー。青が5。緑が9。黄色4。赤が8。あ、これできたんじゃない？これな気がする。オッケーオッケーオッケー。したら、青赤緑黄色だから、5894。5894。ちょ、書いてみる。あ、意外と惜しかった。2文字違った。あ、ほんとに5894。無理やりいけたかもしれない。無理やりはやらんわ、バカ。よっしゃ、入れてみます。5894。はい、おお、やった。何、おめでとう。やった。僕の用意した謎すべて解いたみたいだね。それじゃあ最後に少し昔の話をさせてくれるかい？昔話大好き、桃太郎がいい。もう数百年も前、あ、桃太郎ではなくなった。なんでだよ。君のご先祖様が僕をこの場所に植えた時、僕に名前をくれたんだ。ゴロ丸。他の桜にはない僕だけの特別なもの。ゴロ丸がいい。なんでゴロ丸な。嬉しくないわけがないよ。だけど何回も代替わりしているうちにその名をみんな忘れてしまってね。覚えてるよ、ゴロ丸だよ。違う違う違う、誰も僕をその名前で呼んでくれなくなってしまった。仕方がないよ、人の人生は短いし、物を受け継ぐことは難しい。そしていつしか僕でさえその名が思い出せなくなってしまってあんだ。ゴロ丸！勝手につけんなお前。そんな時だった。覚えているかい？数年も前だけど、まだ幼かった君がおぼつかない言葉で僕をあの言葉、あの名前で呼んでくれたこと、単なる偶然でもいいさ。それでも君はもう一度僕のことを春って呼んでくれた。全然ゴロ丸じゃねえじゃん。女の子って言ってたじゃん最初、少女って。また僕は誰かの特別な作家になれた気がしたんだ。それがたまらなく嬉しかった。君に感謝を伝えたかったけど、君は全然帰ってきてくれないじゃんか、親不孝者め。最低こいつ、うるせえ、黙れゴロ丸。感謝を伝えられずに枯れちゃうかと思ったよ。でも最後の最後で持ってきてくれた。僕はそれで満足さ。なんだか塩らしい雰囲気になってしまったね。よし、最後は桜の木の下でお別れと行こうか。お別れしようの？それじゃあ僕は先に行って待っているよ。準備ができたら君も来たまえ。急にムスカが出てきたんだけど。君も来たまえ。準備ができたら君も来たまえ。ペッチ、早く殺すな、あいつを。行くぞ。なんで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 そんな殺したなんの、お前。メガーって。いや、こっちの方が早い。早く行くぞ、ペッチ。バルースって。ほら、行くよ、ペッチ。わかったわかったわかった。え、いるのかな、あいつ。正体を表すのか、ついに。え、いなく、お、では改めまして、おめでとう。ほら、門の鍵は開けておいたよ。いや、楽しかった楽しかった。わざわざ付き合ってもらって悪かったね。おいおい、まさか君僕の心配をしてるわけじゃないだろうね。大丈夫、してない。心配なんてご無用だったって言ってただろ。ありがちかもしれないけど、君を忘れない限り
桜は散れども春は終わらず君の中で永遠生き続けるお前そんな棒読みで読むなようるさいな、僕のこと忘れてしまったら怒るからな。じゃあさようならだね。あー、五郎丸、お前もう名前忘れてんじゃねえよお前さくらだよさくら、違う、お前春だよ。え、あるかじゃあね、よし。あ、その時ふと後ろを振り返ると、ゴロマルがいた。春の額には涙があった、額には涙があった、額には涙があった、額には涙があった。痛いから涙流されたの額から涙出ちゃったよ、おでこから涙出ちゃったね今いやいや、ちょっとちょっと振り返るとは思わなくてちょっとしたブロッサムショックさごめんよ、少し嘘をついた、正直ちょっと不安なんだ。長いよ、いいよもう早く死ねって記憶なんて曖昧で不確かなもの。そうだね、君はいつか忘れてしまうかもしれない。大丈夫、忘れないよゴロ丸。もう忘れてるかもしれん。でも桜も夢もいつか終わりそうでなくちゃいけない。だから僕は君を抱きしめちゃいけないんだ。なんでそんなドラマチックになるのそんな悲しそうな顔しないでくれよ。はあ、全く本当は未練がましくて仕方なかったけど、目が覚めたらこれを君にあげる。時々でいいからさ、これを見て僕のこと思い出しておくれよ。じゃあ本当にさよならだ、どうか元気にいてくれよ。何かくれたみたいだよゴロ丸、見てみようよ。何くれたの。あ、これきっとそうだよ。はい、サンゴ違う違う、名前見て。あ、桜の花の髪飾り。あ、びっくりしたこれひなこちゃんにあげるよ、俺さ髪飾り使えないから。あ、ゴロ丸の髪飾りもらった。もういい加減名前覚えろお前。ありがとうゴロ丸。本読むんじゃないこれ。あ、これそ本読むのこれ。はい、あ、おめでとうございますの本だ。あ、よかった、じゃあ帰ろう。よし、もう帰ろうぜ、もう家に行こう。ひなこちゃん、入ってるよ。あ、でも散ってる散ってる散ってる。じゃあな、ゴロ丸、帰らせてもらう。あ、きっとこの髪飾りで開くんだよ。あ、頼むひなこ。はい。